ルドラダーマンは古代インドの北西部を支配した西、クシャトラパ王朝の王。自席のはっきりしない西クシャトラパ王の中で例外的にまとまった資料が発見されている。ルドラダーマンの銀河西クシャトラパの王族の一人として生まれた。彼は西暦150年頃にマウリア朝時代,に時代に建設された貯水用の人造庫が暴風雨のために破壊されたためにそれを修復した。 その時、記念碑を建て、その中で即位後の彼の実績が述べられている。その碑文によれば、アーカラーバンティ、アーナルッタなど彼が支配した国は11以上に及び、近隣財宝で倉庫を埋め尽くし、自らマハークシャトラッパを称したという。ルドラダーマンの勢力範囲が、インド中央部とカリンガ地方にまで及んだという説もある。当時インド中央部で勢力を持っていた。 サータバーハナ町の王バーシシティープトラシュリー・シャータカルにニ2は自分の娘をつがせて隕石関係を結んでいたが対立が生じサータバーハナ町を攻撃して勝利したこの時隕石関係から完全に王朝を滅ぼすことはしなかったと言われるバラモン教を保護したルドラガーマンは当時は一種神格化された王でもあり僧侶たちは彼の名前を繰り返し唱えたというこれは 王の名を唱えると家宝が得られるという古代インドの修族の古い霊である。王の死後ルドラシム敗世が王となった。彼はルドラダーマンの息子である。ありがとうございます。